皆さんこんばんは、今私は船取線、通称船取線、正式名称船橋阿鼻子線を、南下してますけど、柏市の今16号の交差点を越えたところです。今時刻は7時40分を過ぎたところなので、そろそろ道が空き始めるんじゃないかなと思いますけど、この道はとっても混んでて有名な道なので、今はもうだいぶ時間がどうなんだろうな、あんまりもう今走ってないですけど、7時台ぐらいが混んでたんですかね。今は、スムースに流れてます。これもう私知ってる場所なんですけど、一応ナビをオンしてて、ナビの案内のまま走ってるんですけど、今これ湘南のところ越えて、次の信号を左に曲がると白南自動車学校があるところですけど、それを通り越してあと 3.8 キロをまっすぐ走れって言うんだけど、どこだろう、むつみかな。この先にパチンコヤマトっていう、その名の通りパチンコ屋さんがあるんですけど、老舗でもうすごい前からあるような気がしますけど、そこの交差点、ちょうど交差点の角にあって、交差点そこがね、今私が走っているこう船取線が混むんですよね。それは理由は右折したい車がいるからです。この時間はどうだろう、この辺もだいぶ変わりましたね。ここも前セブンイレブンがあったんだけど、セブンイレブンなくなって、ああやっぱりちょっと並んでますね。これ信号がギリギリこの先に見えるぐらいですけど、これでね交差点で右折の車線がないので、右折したいとしたい人がいるともう行けないんですよ。動くかな、あ、いや、いますね多分ね。これ動かない、これはもう待つしかない。私前渋滞、まあ、嫌いで今も嫌いですけど、結構思い通りにならないとイライラしたりすることがあったんですけど、今もそうですが、それをだんだん直していこうっていう気持ちがあって、特に仕事、まあ前勤めてた会社の仕事で大型トラックの運転手の方と一緒になることがあるんですけど、あの方々はですねイライラしないんですよね。なんだろう、そもそも細い道も入っていけないし、ちょっとぐらい混んでも全然イライラしないですよ。そういう風に私もなっていきたいと思ってます。まあスムーズだと気持ちがいいですからね、それの反対で詰まると、わ、ハイビームの人いました。ハイビームの人は私ハイビーマーって呼んでるんですけど、あれ前の人参っちゃいますよね。ハイビーマーだとハイビームで後ろに突かれるとミラーに映ってすごくそれが眩しくなると思うし、よく文句言わない、文句言ってもね、今や物騒ですから
降りてったりとかあんまりしない方がいいでしょうし、ここも前ローソンだったんだけど今自動車屋さんになっちゃってますね。ほぼホームグラウンドというか、前通勤でここも使ってましたけど、そういうところまで戻ってきました。無事に何キロぐらい走ったの？今日150キロぐらいになるんじゃないですかね、帰って。あ、もうすでに150キロぐらいだと思うんですけど、オドメーターが 19,955 を超えたところですね、になったところだ。今日はもう帰るだけなので、あと何キロ、あと10キロか、10キロぐらいですけど、まあスタンドによってガソリン入れていこうと思ってるんですけど、あと45キロ走ると2万キロになるんですね。これ1999年平成11年車なので決して新しくないんですけど、23年落ちですかね。あ、これベンツ止まりましたね。さすが。今うるさいからな、違反するとうるさいので止まっておいた方がいいと思います。私が乗っている車、ちょっとこの動画だとボンネットが見えるだけですけど、変なボンネットですけど、真ん中ね尖っててごついんですよ。ロールスロイスみたいなグリルついてんですけど、ベースはハイラックスです。ハイラックスの肉ですね、二輪駆動。ベースがトラックなので、あの、まあ、フロントはストラットですけど、リアは板羽ですね、リーフのサスペンションで、乗り心地が悪いってあの中古車屋さんとか言ってたんですけど、私はあの実は悪いと思ってなくて、それは 何かっていうと、その前があの軽自動車を ローダウンして乗ってたんですけど、それの方がよっぽど乗り心地が悪くて、この車は全然悪いと思ってないです。サスペンションが、ノーマルのままですけど、あの ダブルキャブなんですね。あの2列座席があるタイプです。ナビで走ってんですけど、ちょっと狭い道を行けって言ってんですゆっくり行けば大丈夫かな。ちょっと行ってみましょう。だいぶ本格的に乗り始めたのがまだ昨日からで、それまではあのアルトとか軽自動車乗ってたんですけど、軽自動車手放すことにして、あのナンバーを外しちゃったんですよね。ナンバーを外しちゃったので、それであのもう乗れない、ナンバーがないから。だから
この車に乗るしかなくて、それで乗るようにしました。いや、これ5個を回って帰った方が早いんじゃないかな。ね、スタンドも行くし、私が行ってるスタンドは近くにスタンドがあんまりないっていうこともあって、すごい人気があるんですよ。筑波は寒かったですね。筑波は寒かったです。今松戸市へ戻ってきましたけど、松戸市はそんなに寒くない。そう、早く帰る道を案内してくれてるんだけど、ちょっとそれ暗くて狭くて寂しい道なので、メジャーな道で帰ります。いいですね、やっぱりね。ちょっと今日暗いとこずっと走ってきたんで、これトヨタの 3i っていうエンジンで OHV なんですけど、なんかいい音しますね、独特な。結構気に入りましたよ。いい車買ったなと私自分で思ってます。これ私が自分自己所有した車の中で29代目なんですけど、29代目にしてこういうまた変わった車を買ってよかったなと思ってます。パンドでもね、対向車が並んで信号で詰まってたりとかすると、その間から歩行者が飛び出してくるんじゃないかとか、そういうことを考えながら乗るようにしております。この車幅が188って約190ぐらいあるので、今までと50センチ以上か、50センチ以上幅が広くなってるから、左側に寄りすぎないように気をつけて走りたいと思います。五甲十字路まで戻ってきました。ああ、これ不満っていうか、こうだったらいいなと思うのは、Wキャブで3人3人前列3人後ろの席に3人座れるようになっているので、ベンチシートなんですけど、ベンチシートは軽自動車の背もたれが分割されているエセベンチシートと違って本当にベンチシートなんですよ。ベンチ型のシートなので、運転手が前に出ると助手席の人も前に出なきゃならないっていう風になってます。あ、道が悪いな。道工事中ですね。
そうで、まあ、マニュアルなんで、あのクラッチが、クラッチ一番踏み込みますから、クラッチがあの踏み込めるところまでシートを前に出さなきゃいけない。そうすると、まあ私身長も足も、身長も高くないので、足もそんなに長くないですけど、結構前の方に椅子をずらすわけです。そうすると、あの背もたれがリクライニングしないんですよ。固定なんですね。だから、なんだろう、ちょっとね、ハンドルが近いかなっていうような気がしてます。で、まあ今日150キロぐらい走ったんですけど、ちょっと腰がしっくりこないというか、あの今一つぴったり来ない感じなんですけど、これも多分でも慣れると思うんですよね。背もたれがちょっと立ってるかなと思いますね。リアサスペンションの板羽が擦れる音はいいですね。私は嫌いじゃないんだけど、まあ普通の車からはそういう音は出ないので、私独自の独特な内容になってます。ここは松井台の産業道路ですね。ご紹介するのが遅れましたので、これ次の信号で突き当たりで、その産業道路ももう終わりになります。桜通りという名前がついた通りですけど、あれ2019年にすごい大きな台風が来たんですよ。その時に木が倒れちゃったりとかして、実はもう結構樹齢もすごくて、ちょっとお腹空きましたけど、もう家近いので食べないで帰って軽く、もう8時過ぎてますね、夜の。単独走行になっちゃったな。前も後ろも車がいませんね。今これ話してるカメラはデジカメの動画モードなんですけど、その他ドライブレコーダーもちゃんとこの車ついてて、しかも前後のドライブレコーダーなんですけど、よくある2カメラのドライブレコーダーで前と後ろを撮っているのではなくて、私は前用のドラレコと後ろ用のドラレコを両方つけてます。ドラレコ2つですね。前用を前と後ろに使ってる感じですかね。東松戸まで帰ってきました。交差点の、今止まってる交差点の左側の角も、本当は今工事してますけど、本当は山田うどんだったんですよ。山田うどん、山田うどんが潰れてなくなってマンションが建つのかな。
そういうふうにこうだんだん変わってきますね、どんどんね。はい、プリウス信号無視。松戸駅前の交差点です。こっちの方は全然雨降ってないですね、今松戸ですけど、南の方ですけど雨は降ってないです。つくば市の方は結構降ってたので疲れましたね、運転は。やっぱ雨降ると疲れます。今対向車だったわフォグランプも眩しかったですね。分かっちゃった。さっき信号無視したプリウス。ここの家の人だ。ここ入っていく人って袋小路になってるんで、ここしか出てこれないですよね。まあちょっとダラダラ動画になってしまったので、本日はこれで失礼させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。失礼します。